11世紀、とこしえの夜で世界を包んだ妖魔の王、夜の君を一人の少女が倒したという。だが、その散り際に、夜の君はその汚れた血をまき散らし、世界に禍根を残した。ブルーブラッド。その血を浴びた者は、姿と性質を変え、邪妖と呼ばれる人にあだなす存在となった。以降、邪妖は夜になると町に現れ、人々を襲うようになり、人間の世界から夜を奪った。そうして、世界は光さす昼は人が活動し、闇に染まる夜は邪妖がうごめく眠ることのない、夜のない国となった。それから800年、聖戦の舞台となった北海に浮かぶ地図にない島、ルースワール。今この島で、夜との宿命を背負う二人の少女が、運命の再会を果たそうとしていた。これは、夜のない国に生き、愛する者のために戦った、二人の少女の物語。ここが指定された島か。くそ、強行帳面。こんな地図にもない島にあんなボロ船で向かわせやがって。おかげでひどい船酔いが。強行帳の騎士の方ですか？まあ、君が今回の司祭って、リュリーテス？アーナス、今回の邪妖討伐任務のパートナーってあなただったのね。おう、私も驚いたよ。まさかまた君と一緒に任務ができるとはね。邪妖と戦うエージェント、アーナス様をケアしに参りました。よろしくお願いしますね、騎士様。こちらこそよろしく頼むよ、司祭さん。それにしても久しぶりだな。最後に会ったのはドイツで大物を飼った時だから何年ぶりだ？そうね、2年ぶりくらいかしら。もうそんなに経ったのか。リュリーティスはそれまで何してたんだ？お仕事をしたり旅行をしたり、とにかくいろんなところに行ったわね。イギリス、フランス、ポルトガル、ヨーロッパはほとんど回っちゃったんじゃないかしら。そうなんだ。思い返してみると、私は仕事ばっかりの2年だったな。
へえ、アーナスはどこでお仕事をしていたの？アメリカ。アメリカ？それはまた遠くに行っていたのね。任務はそれほどでもなかったんだけど、現地まで行くのが大変だったな。今にも沈みそうな小舟に乗って波に揺られていったんだ。何度死ぬかと思ったことか。ああ、アーナスって船が苦手だものね。うん、なんで船になんて乗りたがるのかわからないよ。向こう岸に渡りたいなら橋を架ければいいし、魚を釣りたいならそこらの川でこと足りる。人間は地に足つけて生きるのが一番なんだよ。わざわざ水の上に行く必要なんてこれっぽっちもないじゃないか。あ、アーナス、わかった、わかったから落ち着いて。ごめん。ううん。アーナスが昔から変わってなくて安心したわ。でもこの島にも船で来たんでしょ？大丈夫だったの？実はあんまり大丈夫じゃない。さっきから船酔いで頭がグラグラしてるんだ。あら、大変。じゃあ早くホテルに行きましょう。ホテル？ええ、教皇庁の協力者が待っているの。さっき見てきたけど広くていいホテルだったわよ。さすが教皇庁、気前だけはいいな。まあいいや、ホテルに向かうとするか。そうね、行きましょう、アーナス。どうしたんだよ、リリーティス。急に笑ったりして。アーナスと一緒にいるんだなって思ったら、つい嬉しくなっちゃって。なんだよ、それ。私たち、学生の時はずっと一緒にいたじゃない？寄宿舎で一緒に起きて、遊んで、お話しして。なのに、卒業したらめったに会えなくなっちゃって。私、とっても寂しかったのよ。リュリーテス。だからね、アーナス、今回はまたあなたと一緒にいられてとっても嬉しいの。そっか。ねえ、リュリーテス、この島あまり大きくなさそうだけど景色は綺麗だと思わない？この任務が終わったら一緒に見て回ろうよ。いろんな話をしながらさ。アーナス、絶対よ、約束だからね。うん、約束。そうと決まればこんな任務さっさと終わらせちゃおう。ええ、ロシエクロックが反応しているということは。ええ、邪妖たちが潜んでいる証拠だわ。気をつけてね、アーナス。ああ、フェルマン！なんだ。ジャン・コエリ・エリエール！セルバンが呼び出す前に勝手に出てくるなよ。お前たちはセ・ル・バ、うん、私のしもべなんだからちゃんと言うことを聞け。ケンフェン・ライエ・イーゼン！はいはい、頼りにしてますよ。セルバン！
RP エリア。青き血をたたえる古き気候よ、移ろう時のごとく、流れる水のごとく、はい、これでもう大丈夫。ロジエクロックにたまった青い血をこれでしばらく青き血に蝕まれずに済むはずよ。ありがとう、助かったよ。ところで、そいつは何？ああ、この猫ちゃん？アーナスの戦いを見ている間にお友達になったの。なんてのんきな。どうしたのかにゃ？おにゃかすいたのかにゃ？ルリーです。早くお家に帰ってご飯をもらいましょうね。どうしたの、アーナス？私の顔に何かついてる？なんでもない。ひとまず先に進もう。ええ。まだ夜が潜んでいるみたい。ああ。が溢れ出してる。なんて数だ。アーネス、あれを。あれは赤い月。そんな、まさかあれはミラだ。知っているのはユリーです。あれはもう一つの月、ミラだ。すべて満ちると世界が常しえの夜に包まれるという夜の月。つまりあれが見えるということは、また世界が常しえの夜に包まれようとしてる。
です。どけ。見失った。リュリーです。あれが教皇庁のホテルか。仕方ない。あまり頼りたくはないが、そんなことは言ってられない。一度、教皇庁の協力者と交流するか。全ての邪妖は私が滅ぼす。天才飛べ。はっ天才落ちろ。はっ天才飛べ。はっ天才落ちろ。はっ天才落ちろ。はっ天才飛べ。はい、ホテルエンデでございます。いえ、まだ見つかっておらず。アーナス様でございますか。はい、ご到着でございます。はい、はい、かしこまり。あんたは。ホテルエンデの支配人でございます。あんた、支配人ってことは教皇庁の大変なことになった。リュリティスがどこか心当たりはないか。あのお方の声を捜索範囲は旧伯爵邸庭園以上でございます。教皇長め、ありがとう。くれぐれも万全の準備を整えて出撃。そうか、